3、2、1。よし、というわけで、このワイリー、なんとか、ワイリーキャッスル、キャステルみたいなとこ行きます。あれちょっと待って。このボス戦がもう一回リピートできるっていうのは、ってことは、これ6面まであるってことか、ワイリーステージが。いや、これ無理だろ、今日これ。絶対。とりあえずワイリーステージ、1面見てみます。お、出た、実家。これでも、2の実家ですけどね。あー、出たー、この曲は。おお、うわ、あれ、そんなのあったっけ？ちょ、そんなのなかったでしょ。ワイリーステージ、そんなのあったっけ？いやー、この鳥。危ねえ、ゲー。いや。ワイリーステージそんなのなかったでしょ。危ない。よいしょ。ちょ。オッケー。いや、この鳥。よし。うわー、その鳥、あ、もうなんとかならんか、あいつら。よし。今。よし。なんだ。あ、ここから倒せそう。むむ。よし。むむ。これは、あ、いける。ここからいける。あいつ食らってるよね。よし。よし。なんだかんだでも、うん、慎重に、あ、飛ぶね。相手にしない。よし。またか。ブルースみたいなやつが。億千万。おっと、危ない。なんだ、あれこんなのあったっけ？ああ、そういうことか。オッケー。閉まるの、そこ。危ねえ。あ、うそ、落ちた。あれもう一回。あー、なんかブルブルしたな、今。嘘。間に合え。くわー、難しいよ、これ。あそこはギリか。キリ。よし、あれ今の言ったでしょ。嘘、ジャンプ中に上をちゃんと押さなきゃダメ？押せてなかった？あ、これはダメだな。あー、くそ。きっつー。単純に技術がいるよし。よし、OK。あれなんかこうね、上ボタンがちゃんとならないな。乗って、乗って、乗って、OK。なんだこの怪しい感じは。え、スクロールバカじゃない、嘘でしょ。え、嘘。嘘でしょ。いや、ちょっと待って、ちょっと。そんな攻撃したの？ちょっと待ってくれよ。何？いや、縦スクロールかよ。いや、危ね。いや、ちょっと、うわー、うわー、ダメだ、食らったら、はしごにいたら落とされるな。これ、厳しいな。うわー、厳しいな。上にいると炎が来るし、下にいると足が飛んでくるし。ああね。いやー、ちょっと待ってくれよ。これは厳しい。どうやったら炎が避けれる？これぐらいの位置か。これぐらいの位置。こっから上に行って叩いて、またこのぐらいの位置。上に行って叩いて、このぐらいの、くそ！このぐらいの位置キープ。叩いて、この辺。よし。殴って、この辺。殴ってこの辺。あれなんかタイミングずらしてきてねえか、あいつ。気のせいか。下に来た。やべ。くそー。難しい。このくらいの位置。殴る。待て。この辺。やばい。登って登って。やばい。ちょっと待って。リズムが崩れた。やばい。完璧にやばい。これはまずい。ちょっと一回登ろう。やべ。全然登れない。この辺。登って殴って。危ね。なんかやりたいこととちょっと違うんだけどな。危ね。あれ上か。最上段どうだこれ、もしかして。最上段。一番上かもしんないな。いや、ダメだ。でもこれ6面やれないから、今日はこの辺にしましょう。でもこれね、やっぱ悔しいんで、これ続き絶対いつかやります。とりあえずは、今日はここまでで、一旦。時間的にもこれ今日じゃ絶対終わらないんで、でもね、必ず続きやろうと思います。ということで、今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヘイヘイテステステス、大丈夫か、ボリュームはでかくないか。よーし、まあまずはじゃあちょっと顔を見せますよ。はい、どうももぐらでございます。ということでね、お待たせいたしました、お待たせいたしました。ザリガニフライドさん早いですね、相変わらず。そしてね、もうあれじゃないですか、お菓子のレパートリーも減ってきたんじゃないですかあとね、古田健吾さんどうもいらっしゃいません、お待たせしました。ということでね、青色の少年シリーズ新作をね撮っていこうと思います。3月の2日なので、ちょっとこれ後ろのボリュームでかいですか、ちょっとちっちゃくしますか。3月の2日なので、いつだ、4日前ぐらいですか、4日前ぐらいにね、撮ってたんですけども、まだ全然クリアできなかったんですよ。6体のボスを倒したところで終わりということで、続きをねやっていこうと思います。ということで、これ後ろボリューム大丈夫ですか。ちょっとね、まだね生放送ゆっくり、公開収録なので、ゆっくりゆっくりやっていこうと思います。ね、普通の生放送の時とかはね普通にゲームして終わりなんですけども、公開収録なので、動画として撮るものを私はこんな風に撮ってますよっていうようなね、なんて言うんでしょうね実演販売みたいな感じですよそんな感じでやっていきますんで、まあ、ゆっくりやっていこうかなと。ボリューム大丈夫ですか。皆さんのね、皆さんの協力が大切です。生放送をご覧の皆さん、後ろのバックミュージックがでかいとか、私の声が小さいとか、そういうのがございましたらですね、随時言っていただけるとありがたいですね。協力してくださいすいません頼りっぱなしですみません。よーし、ということで、まずはじゃあ画面をね、はい、こちらが本日の画面でございます。ということで、ハントケルちゃんどうもお待たせいたしました。うん、よーし。でね、前回、私、パスワードがないんで、続きからできないと。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。続きができないっていう風なことを言ってましたけども、全然できましたね。うん、余裕です。なんかパスワードとかそんなの関係なしに、普通にね、自動で、ここまでね、保存してくれてました。なので、前回は6体のボスを倒したところなので、その続きからワイリーステージからやっていこうと思います。で、ワイリーステージ前回1回ちょろっとやったんですかね。まああっけなく帰り口にあったところからでございます。よし、ボリューム程よきサウンドです。ありがとうございます。よし、程よい感じですね。それではこの青色の少年が終わりましたら、ゲームの方の準備をしますか。皆さんあれですよ、ゆっくりお酒とかね、ジュースとかおつまみとか用意しながら、ゆっくりね、じわっと見てください。あと、ずっと見てる必要なんかはございません。なんとなくこうつけといてですね、パズドラとかやりながら、傍らに見ていただければなと思います。ということで、さあ、音楽も終わったところでいきますか。いやー、しかしね、今日はどうだろう。俺はね、自信がない。言っても前回ちなみにね、今回まだね、前回を見てない方のために説明しておきましょう。今回の、青色の少年シリーズの公開収録なんですが、ボス1のボスを使って進んでいけるっていうね、全然ロックマン出てきません。そういうゲームでございます。で、ですね、前回やった時に、6体のボスを倒しました。で、6体のボスを倒すのにかかった時間が3時間と10分。ものすごい時間かかっております。そこまでやって3時間10分かけて、やっと6体のボスを倒したところです。ということはですよ、皆さん。このロックマンシリーズといえば、このワイリーステージが始まってからが本番じゃないですか。要するに、こっからが本番。3時間でそこまでいったってことは、こっから5時間はかかるんじゃないかなって私はね、思っております。およし、いらっしゃい。セーブがね、あった。自動セーブでしたね。よし、ちょっとこのね、皆さん大丈夫ですか。このボリューム感をちょっと確認してください。この生放送でこの撮ってるのありますけども、今これ撮ってるというかね、皆さんに流してるこれは動画として残ります。そして、私のバックアップになるんですね、これが皆さん。ね、皆さん、実況プレイやられる方はわかると思います。必ず実況プレイやってると、絶対誰しもやるんです。録画ミス。ね、録画ミスをしたときに、なんと、この生放送の画面が残っているだけで私はリカバリーができるということもありまして公開収録をやっております。さあボリューム感大丈夫かな。多分ね波形を見る限りもうちょっとかな、これぐらいのボリュームにするといいかな。私の声は結構今回でかめですかね。なかなかね毎回同じような設定っていうのができないんですよ。いろんなねつまみがありまして、いろんなつまみをいろんな風にいじっちゃうもんですから、今日中に終わらない案件ですね。山かなさんわからないですよ。もうやる気は十分なんで今日で終わらせたいなっていう気持ちはありますよ。よーし、それじゃあちょっと待ってください。いろいろ準備しますか。録画をねちゃんとできるように。 OK、 よーし、行くか。それでは公開収録開始しますか。こんばんは、はいねこさんいらっしゃいませということで、あ、そうだ、あと言っときましょう。今のうちにね、公開収録なので、収録が始まってしまうと、皆様のこの上のコメント、私は基本的に読みません。で、ちょいちょいね、いいところで休憩入れますんで、私が死んだりとか、あとは、ボスを倒したりとかいうところで休憩入れますんで、その時にはですね、この上のコメント読もうと思いますのでね、ぜひコメントもください。よし、やっていくか、それじゃあ。がゲーム音ちょい低め、叫んだりするとゲーム音聞こえないかも。了解。じゃあちょっと上げます。よし、ちょっとね上げた。もうちょっと足りないとかいうときはねコメントで指示ください。よろしくお願いします。よし、いくか。それでは収録開始いたします。よろしくお願いします。3、2、1。よし、さあ行きますか。それじゃあっていうことでね、始めたわけですけども、生放送の皆さん、実は前回私ここやってるので、動画に残る部分としてはここは全部カットでございます、ほとんど。なのでまあね、ゆっくりやっていきましょう。でこの辺ほとんどカットですから。おっと、あれ、ちょっと待て、おう、そんな飛び方するんだっけか。でもここあいてここは余裕って言おうとしたら待て、OK。 おっと、ああ、これどうしたらいいんだろうな。やばい、大丈夫、いやー大丈夫じゃない、やべえ、攻撃力結構、あーやば、ちょっと待って、ちょっと待って、制裁を書く、クレイの制裁を書いている。お、やった、1キャップラッキー。待て、うわー、これどうし、こんなに難しかったっけ。あれ、嘘だろ、ちょっと待って、早く。前回やった時もうちょっとキレが良かった気がするんだけどな、俺。OK、 よし、ここだな。 OK、 おっと、ここはまず倒してから行きましょう。まあ、どうせね本編で使うのはボス戦からですかね。ああ、ここは先にあいつを倒したいな。ついこの間やったばっかりなんだけど、ちょっと覚えてないな。OK、 ああ、もったいない、今のはダメだよ、そいつはダメだよ。あれ、お、いやーマジかー。ここはそのままいける。いや、あー、くそー、しまった。あ、でもここからなんだ。ここはダッシュで切り抜けるでしょ。おっと、うん、落ち着いてね、落ち着いていこう。地味な作業だ。地味な作業だ。よしよし。いや、ジャンプするのは危険だから、このまま倒そう。オッケー。よし。で、ここで待つ。からのダッシュ。オッケー。ここだ。これはまず倒して、うん、安全にね、安全に。少しでもやっぱね、ボスのために体力は残していきたいですからね。OK。地味でも確実に。ここはそのままいけるな。OK。あっ、やばい！ OK。この上が確か、閉まるやつ、これだね。ここ苦労したな、確か。このジャンプが難しい。オッケー、いった。よし。あ、ちょっとアイテムに目が、うわっ、危ねえ。お、いった。いや、いける。オッケー。で、ボスですね。よーし、さあ、やっていこう。ここがね、できるだけ上の方にいた方がいいんだよ。多分。しゃあ、来やがれ。多分ね、この辺だよ。お、これは、もろたぞ。危ねえ！やべえ！いや、大丈夫だ。いや、いける。かなり余裕。いや、いける。これはもういったんじゃねえか。お、いける。全然。なんだ。おわ、ちょっと待って。焦るな。よっしゃ！オッケー。これが力の差だ。よし、一回切りましょう。はい、というわけで、どうですか、皆さん。ビシッとクリアしました。今日はあっという間に終わるかもしれないですね。はい、どうも、ゆきかずさんもこんばんは。やっぱロックマンシリーズはいいな。ロックマン X2 やりたいが、甥っ子がいてできない。甥っ子がいてできない。いいじゃないですか。ロックマン X2 甥っ子と一緒にやるなんていいと思いますよ。こんばんは、Sフランプさん。今日はですね、青色の少年シリーズの新作の公開収録をやっております。ということでね、とりあえずサクッと一面クリアしましたね。まあ、前回ね、一面は一回やってるんで、ボスまで行って、ボスの動きも大体掴んでたんでね。こっからが本番ですよ。こっからはもう本当に全く知らないですからね。なんかあれですね、こう、すぐに休憩入れちゃうのもあれですから、このままポンポン行きますか。ポンポンね。いや、ちょっと酔ってきたな。行こう。よし、それでは続きます。